it the voice? Was it the fire burning in me?生地の摩擦抵抗も減るし、まあ、フリースの重さ分体軽くなるんで、もっと自由にアクションしやすくなるし、はい、まあ、いいウェアで本来あったかくするっていうのはちょっとえって思うんですけど、逆にそういう中の調節いらなくなるから意外に面白いんじゃないかな。じゃあちなみに今は何かこう体温か何か測ってるんですか？あ、そう、中にあの温度計入れてます。あとあとアプリで見れるような。あ、じゃあ中の、はい、体温測ってるんですか？ウェアの中の気温っていうか温度ですね。温度、はい、でそれがどれぐらい保てるか、はい、グラフにした時に、うんうん、変わらずにずっといてくれれば正解です。なるほどね、はい、外はマイナス20度だけどずっとまっすぐの線でいてくれれば。じゃあもうサーモグラフィーみたい感じの今イメージというかそういう。そうですね、うんうんうん、でも1時間でしょ？1時間ですね。大丈夫か、俺もう前見えないよ全然もうだってもう真っ白だもん。腕疲れてる実際僕これも今年の冬なんでしょ、はい、まあ、まだこれサンプルだから機能的にはでもどう？一緒ですね。 XL だから下から冷たい風が。いやいや、でもね、中に1枚ロンティーと確かズボンはねスウェット履いてるんですけども、まあまだ耐えられるよね、うん、ただやっぱり指先冷たいね。そうですね、指先とか足先がやっぱり来てますね。いやー、ここでね働いてる方が大変だね。これここのまだマイナス40度もあるでしょそうです。じゃあちょっと、じゃあ、まあ、簡単にね他のまあ施設も、うん、機能でちょっと PR できるとこあればさらっと。どうですか？あ、機能ですか、うん、機能自体はパスケースとかそのベンチレーションとか細かいところもう語り尽くせないところ結構あるんで。あ、そう？ブログとかで見てもらった方が、はい、これっていうのがもう全部どれも思い込めてやってて。実際この商品は、はいはい、10月ですか？10月ですね。リリースというか、はい、9月末ぐらいに向こう出るらしいんで。ただ実はね、6月からだよね、予約の販売を始めて。そうです、うん、もう累計どれぐらいですか、みのちゃん？もう何人ぐらい？120着ぐらい。6月ぐらいでもう一気に100着近くいって、うん、ちょうど6、7、8で3ヶ月間ね、予約をまあね、全部ご紹介してもう100人以上予約いただい。あら、来ちゃった？まだ続いてますよまあまあまあ、それぐらいね、ちょっと期待できる今年の上になってますんで、まあ、もうちょっと詳しい詳細っていうのはね、またお家ブログなんかでご紹介していくんですけども、とりあえず今まあ実験やってますんで、じゃあ頑張ってください。ありがとうございますじゃあ見てください、この氷。上からなんかもう鍾乳洞、ああすごいな、これすごいことになってるよ、これ。うわ、いやすごい、やっぱマイナス20度すごいね。もうコチンコチンしよう、もうメガネがもう真っ白でさ全然見えないメガネ外せって話なんだけども、メガネ外したら何も見えないからまあちょっとね、アイスパビリオンさんのちょっと紹介見て、こういう風にさ、シャボン玉の実験でシャボン玉作ってどうなるかっていうのを、へー、うん、ね、なんかこう子供のね、お子さんと一緒に来たら楽しいかも、うん、実験も兼ねてね、どういう風になるのかなっていうの。うわー、あ、もうガッチガチこれもう凍ってるもん すごいことなってるよ、ちょっとちょっと僕見えないんですけど、もう前がメガネが凍って全く見メガネが曇って全く見えないんだけども、とりあえずマイナス41度の世界どこですか？あ、正面ですね。あ、こっち正面、左手に。じゃあ、お、あったあった、なんだこれ。
はい、無事今日の動画の撮影も終わりました。いや、ここね、ほんとすごいです、アイスパビリオンさん。あのですね、特にあの館長さん作られたこの立派な、すごくないですか、これ。これ今、館長さんが絶賛、今2000万で売って販売中です。2000万ですね。YouTube で販売中かな。本当にあの、ぜひ皆さんもあのこちら上川町にあるアイスパビリオンさん、いらしてください。もう本当に今までにない体験ができるんで、もう最後のソリもね、びっくりしたね、あんなスピード出て。早かったですね。ちょ、最後はね、こうね、ジェットコースターみたいに戻ってくるってことがすごいよ。まあ、実際やってもらった方が分かるんで、ぜひ、やってください。じゃあ、僕らもこれで、また来週。行きます。スタート。レッツゴー。いや、もう。おお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 お